こんばんは。やっほー。うん。こんばんは。きっとありがとう。やっほー。ハローエブリワン。ハローエブリワン。ヤッホー。ちょいと早めの配信ですね。何時までするかはちょっと決めてないんですけど、リオの気分で。え、待って、落ちてくるんですか。リオツン買いすぎる、嬉しい。一応さ、メイクしてるんだけどさ、もう結構落ちた。そう、今日は今もね、まだ東京なんですけど、今日はオフ日だったので、あ、今日はオフだったので、そう、オフでした。だからみんなで、ちょっとみんなというか観光に行きました。ほんのちょっとだけど。え、そうなんですよ、本当に前髪がもう伸びてて、見てこれやばくない？ちょっとやばい、本当に。なんでこんなに早いんだ、伸びるの。伸びるのが早すぎ、怖い。え、もう風が強すぎて吹き飛ばされそうだった。もう台風かと思った。てかさ、メール届いたかな、送ったんじゃけど、夕方届いた。1720、1720通、届いた？帰ってません。だって背景いつもと違うじゃん。違うでしょ。東京楽しんでいる？いや、本当にもうちょっとだけしか行けんかったけ、そんなめっちゃ楽しんだわけじゃないけど、でもちょっと行けた。まあそのことについては明日の朝のメールで書きます。でも本当に飛ばされそうだった。え、そう、地震びっくりしました。いや、優香と二人部屋だったんですけど、その時びっくりして、いや、最初縦揺れがあったんですよ。縦揺れがあってドドンみたいな、こうドドンみたいな感じでなって、あれ今の何と思って、でその後に急にスマホがウィヨウィヨみたいなすごい怖い音が鳴り出したんですよ。鳴り出して、で優香とハグして、え、怖いみたいになって、優香と二人で抱き合って、でも結構揺れが大きくて怖かった。みんなは大丈夫でしたか？大丈夫だったかな。あ、ナルジャネツは申し込んだ、ありがとう、嬉しい。あ、さっきさ X 載せたけ見てね、リオ載せてるので見てください。7周年ツアーのことについて載せてるので見てください。
あ、届いてる？よかった、ありがとう。あ、届いたけどまだ見れてない。そう、地震大きくて怖かった、怖かった。いた怖かったよ。あ、広島揺れんかったんじゃん。確かになんかあのテレビつけとったんだけど、関東らへんだけが揺れたらしくて。怖かったよ、みんな心配だった。ゆうつん昨日ありがとう、ありがとう。あ、X 見た？ありがとう、嬉しい。え、そうなんですよ、あのスマホからさ、スマホが鳴るじゃないですか、警報みたいな、あれが怖くて、あの音がもう怖いから一番あの方が怖い。あ、コメントありがとう、心配してた、ありがとう。でもハンガーとかがあったんだけど、すごい揺れててガランガランって怖かった。ギフトありがとう。大丈夫です、リオは無事ですありがとう。ツンツンとノアピはどっちが年上？リオですね、一個上です。ノアピが14でリオが15歳。ギフトありがとう。なんかさ、口の中がさ口内炎はもうとっくに治ってるんですけど、口の中がなんか痛くて、あの痛いとかじゃなくて、なんかね、ここが痛い、ここが痛いここが痛いです。ギフトありがとう。え、てかさ、昨日ねリアルお話し会あったじゃん。でさ、あの笑いすぎてさ、もう3時間目の最後らへんさ、あのほっぺの筋肉が痛くなってきて、そう、笑いすぎてほっぺが痛くなってきてから、そう、あ、筋肉とかじゃなくて、の口の中、口の中のここが痛いってことです。当日券追加してしまう、ありがとう。そう、昨日初めましての方がめちゃくちゃ多くて嬉しかったよ。当日券でね、来てくださった方もたくさんいて、ラブツンですリオツの話会楽しすぎて困った。え、嬉しい、そう言ってくれて嬉しい。もう今日もさ、眠すぎてさ、いや、ちゃんと寝たんですよ、寝たけど眠くて、こうなんか、いや、風でさ、風強すぎてさ、寒かったけどさ、日が当たったところは暖かくて、だから暖かい暖かいとこに行ったらもう眠くなって目がしばしばする。
怖い。待ってみんな。怖い怖い怖い。うん、地震じゃないよ。いや、いや、地震じゃない、地震じゃない、地震じゃないですよ。全然違う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 。袋が、袋をさ、机に置いてたんですよ。そしたらさ、こう袋があるじゃん、普通にビニール袋。ビニール袋があって、持ち手がさ、こう2つあるじゃないですか。その片方だけがさ、急にさ、ヒューンって。怖い。ねえ、どうするどうする。ねえ、どうしたらいい。ねえ、どうしたらいい。誰か来て。ねえ、怖い怖い。ほんまに怖いんだけど。なんで。なんでですか。ねえ、どうする。ねえ、みんな、ねえみんな来て。みんな怖い。どうしよう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 。止まってる。ほんまに怖いほんまに怖いほんまに怖い。ね、ほんまに怖い。どうしよう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 。今回失礼しました。誰か来て。くるくるあずみんのアピ、誰か来て。怖すぎ。怖い怖い怖い。誰か来てください。くる一緒じゃないの。いや、今日は一人部屋なんですよ。そう、今日は一人部屋なの。行くよって。お笑い、お笑いやん。そう、昨日まで一緒で、今日は一人部屋なんです。ねえ、今日お風呂怖いんだけど。ねえ、どうする。ねえ、怖い怖い。どうしよう。入らないと言っても。おもろい。それはやばい。面白いな、それは。お風呂音楽爆音。いや、それはそれで怖くない。だってさ、なんかさ、急にさ、なんか怖いのが流れ始めたりさしたらさ、一番怖いじゃん。ダメダメ、お風呂は入らなきゃダメだよ。面白い。誰か一緒に入ってください。誰かリオと一緒に入ってください。お願いします。誰か、怖いです。入りますって。みんな即答。面白いね。
ガチおもろい。目隠しして入る。いやもういてくれるだけでいい。4時間ぐらい待ってて、おもろい、おもろいな。わしなんかしばらくの間風呂入ったら、どういうこと、え、どういうこと、え、入ってないの。大丈夫、本当に。でも見といてくれる人募集です。見といてくれる人募集です。いや、リオを見るんじゃなくて、リオを見るんじゃなくて、お化けが来ないか監視、監視。湯加減、湯加減だけ見るとかマジおもろい。やばいやばい、配信はもう普通にやばい、もう一番やばいじゃん。沖の湯の後継者必要？え？沖さん配信したんですか？お風呂。え？そんなことある？え？違う？え？いや知らないで、沖の湯。え？沖、え？した？どういうこと？え？はい？え？そう、ルセラフィムさん。あ、服を着た、着たまま？ああ、そういうことね。おもろ。え、見たかった沖の湯。面白い。うん、知らない。服着て湯船入ってバンされた。面白い、面白い。そりゃあバンされるわ。面白い。おもろいな。てかリオ何分から配信始めたっけ。え、何時から始めた。リオ何時に始めたっけ。あ、20分から。オッケー。ルセラフィムの中で誰推し。いや、いやみんな可愛いけど、決めれない、決めれないです。決めれません、決めれませんね。でもうんちさん、うんちさん好き。
リオツ今も泳げる？泳げるか？え、なんかさ最近泳いでないけどさ、自分がさ今はちゃんと泳げるのかどうかが分かんないんだよね。分かんないんだよね。あ、初見さんありがとうございます。中学3年生15歳のリオツンこと岡村リオです。フォローしてください。そう、ギフトありがとう。むこんって言ったよね。ねえ来ないで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 ください。お願いします、来ないでください。リオ怖い、怖いですよ。リオ反抗期だから怖いですよ、怖いですよ。来ないでください。だってねえ音いっぱいする。だってさなんか聞くじゃん、幽霊ってさ優しい人に行くからさ。リオは怖いですから、怖いですよ、怖いからね。だから来ないで。てかね、リオさ怖い時叫ぶんですよ。リオそう、怖い時叫ぶんですよね。あの幽霊に威嚇するんですよ。威嚇をするんですけど、威嚇をしてこうするんですけど、ちょっと一回やっていいですか。ちょっとうるさいかもしれない。ちょっと威嚇やっていいですかね。いつもやるやつ、ちょっとうるさいかもしれない。いくよ、いくよ。うわっ。どうだった、どうだった。もう今のでいなくなりました。え、顔やばかった？え、顔やばかったですか？大丈夫？いいよね、これね、外でもするんですよ。やばいですかね。そう、ちょっと感じたりとかなんか怖かったらやるんですよ。そう、今でいつも家族に何なんそれって爆笑されるんですけど。え、顔やばかった？え、ちょっと大丈夫かな。顔やばかったですか？ちょっとブスじゃなかったかな。来た瞬間ワンって吠えてたんですが。ワンとは吠えてないけど。威嚇をしていました。威嚇をしてた。可愛かった。ああそれだ、良かったです、良かった良かった。もうこの話はやめようね、してたら来るから、ね、今日の夜ご飯はバナナ1本。バナナ1本です。あ、初見さんありがとうございます。中学3年生15歳のリオツンこと岡村リオです。フォローしてください。
そうちょっとねお昼にちょっと観光した時に美味しいものを食べたから、夜はバナナ1本です。あ、ほらありがとう。そう写真集マルケンさ、ダイエット中なんですけど、昨日もねリアルお話し会でさ美味しい差し入れもあったし、ちょっと食べないわけにはいかないので食べないわけにはいかないので、そう食べたんですけど、そうだからちょっと写真ダイエット してるんですけど、だから今日はバナナです、夜ご飯。あ、ほらありがとう。なんか寒いんだけど、え、ねえ怖い。いや違う違う違う、怖くない怖くない怖くないよ怖くないよ怖くないよ、全然全然怖くない。寒い怖くない、寒い寒いけど怖くないよ、怖くない怖くない、寒いけど怖くない怖くないから。ね、普通に寒いよね今日、うん。え、でもさ昨日のさ実際のリアルリオツ見た人どうでしたか？ちょっと痩せたと思いましたか？どうですかね。部屋に風が吹いている吹いてない、風が吹いている。晴れ渡る空に。昨日も衣装可愛すぎた？嬉しい。ステージ見たけどめっちゃキュートだった。え、嬉しい。顔がシャープになった気がする？優しいまあね、こうね冗談でも言ってくれるのがすごい嬉しいですよ。そう、冗談でもそう言ってくれるのが嬉しい。いや、めっちゃ痩せたわけじゃないですよ。そんな劇的にうわ痩せたねみたいな感じでは全然ないんですけど、ちょっとシュッちょいとシュッちょいとシュッとした感じはあったかなと思いまして。いや昨日ね、ちょっと自分で言うのもあれなんですけど、昨日は美女が良かったんですよ。そう昨日は美女が良くてそう可愛いね桜のワンピースも着てて、ちょっとね顔も、まあ、美女が昨日は良かったなと思うので、まあそれもあると思うんですけど自分で言う、いや全然思ってないですよ。なんかナルシストみたいになってるけど、本当にリオ自分のこと嫌いだから、なんか顔も可愛くないし顔も可愛くないし、なんか太いし、体も太いし顔も可愛くないし、正直に言うともともと痩せるし服着てるから痩せたという感じはなかった。え、そうなんですよ、もうリオは裸を見た方が多分細く見える服を脱いだ方が細く見えます。そう服を着たらね、リオはねこうあれなんですよ。だから服を着ていない方が服を着ていない方が細く見えると思います。え、めっちゃうまかった、風が吹いてる面白い。あ、初見さんありがとうございます。中学3年生15歳のリオツンこと岡村リオです。ぜひフォローしてください。もともとリオツンスタイルがいいから。本当ですか、優しい。あ、フォローありがとう。今も美女いい、本当ですかよかった。いつも可愛いけど昨日は最高に可愛かった、嬉しい。
今のところ悪い時がないぞねこれからあるかもあるかもということで、そうですね、桜ピークリオツに似合ってた、嬉しい、そう可愛くてリオもお気に入りです。ワンピース、ワンピース、リオツが太いって思ったこと一度もないよ、本当よかった運営さんに怒られそう、どういうこと、何も言ってない、そんな変なことは言ってないですよ変なことは言ってない、言ってない、先輩、二個上の先輩、友達と思われてる私だけ泣いていてもあなたに気づかれない、悲しい独り言で、あ、ワンピースお似合いでした、ありがとうございますえ、昨日めちゃくちゃ可愛かった、嬉しい、もともと可愛いけど昨日は特に、やったー、嬉しい、優しいね、みんな褒めてくれてありがとう、リオツのカラオケ配信みたい、いやしてもいいんじゃけどさ、ちょっとさホテルじゃけーさ、隣の人とかに聞こえんかなと思って、うん、聞こえてさ、ちょっとさ迷惑かかりそう、毎日かわいい、キャー、そんな言って、そんなことを言ってくれるなんて嬉しすぎますね、今日の部屋壁薄そう、え、わかんないかも、でも他の部屋の人の声は聞こえない、うん、聞こえない、そう今日はオフだったんですけど、明日はねちょっと朝早くからお仕事があるから、そう明日朝早くからお仕事です、です、てかね、あの実験あるじゃん実験、あのリュウが言ってた、東京に来たら鼻水が出るから、それをちょっと確信するために、あの今回のこの遠征でこう試すっていう、確信しました、東京に来るとやっぱり多分花粉の影響で鼻からダイヤモンドが止まらない、止まらないです、やはり、やはりそうですやはり東京はさ花粉が多いって言うからさ、やっぱり鼻からダイヤモンドがいっぱい出ちゃう、そう自称花粉症です、あのちゃんと調べに行ったわけではないからどうなのかわからないし、これが花粉症じゃないかもわからないけど、あの自称花粉症ですね、広島は川に花粉が流れていくから、あ、そういうこと、そうなんじゃ、日暮らしが泣いてる場所、あなた
には分かりますか、暮れなずむ公園のどこかの木々の枝で。鼻からダイヤモンド。チュン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 チュルルル。チュンチュチュルチュルチュチュルチュ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 ルルルルルル。リオツの歌声ほんまに好き。え、嬉しい、ありがとう。やった。もしさ、花からダイヤモンドっていう曲がさできたらさ、絶対リオセンターしたい。絶対センターしたいわ。したいな。さずなみ繁盛してるぜ白い砂浜、ひと夏限りのスリルが並ぶ、自身の分だけ露出してる小さな水着が、若さの魔竜、日差しがボロに降り注ぎ。すごいなんかボクターの曲がめっちゃ流れてくる頭に。昨日ありがとう、可愛くて癒された、嬉しい、ありがとう。また待ってます。あ、今来ました、ありがとう。今さ、STU でさ、配信してる人いる？他に。いない。あ、ミューポン？昨日ツーショットありがとう、早速スマホの待ち受けにしてる、嬉しい、待ち受け、やったー、え、嬉しいな、嬉しい嬉しい嬉しい、ずっとリオを眺めてください、ありがとう。さっきノアピしてたよね。さっきノアピしてた。じゃん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 、髪綺麗？本当？嬉しい。昨日の写真見てデュフフしてます、ウケる。ありがとう。わーって驚かしてから本当に収まった気がする。確かに確かに、しなくなった音が、なんか怖い感じもなくなったよ。怖い感じもなくなったから、よかった、本当によかったわ。泊まりの時ヘアアイロン持っていく？持ちのロン持っていきます。昨日はツーショットとお話できて嬉しかった、ありがとう来てくれて、またお待ちしてます。そう、威嚇成功ということでね、よかったよかった。よかったよかった、よかったよかった、本当に。
ャンチャララン、チャララン、チャララン、チャラチャラチャラン、チャチャラン、チャチャンチャンチャン。何時まで配信しようかな。今何時かな。7時2分。ありがとう、教えてくれて。昨日のように浸りながら早くアルバムのイベント決まらないかなって考えてた。そうだね、決まってほしいよね。昇格記念で広島駅のビジョンに応援メッセージが流れるんだって。え、リオたちの4人のってこと？え、違う、あれあれ25日のイベントで正規制になるって考えていいんよね。うん、うん、ならない。なりません、なりません、なりません。いつ昇格なの？まあメンバーは知ってるんですけど、いや、いつ発表されるんじゃろうね。発表が遅い気がする。あ、お腹が鳴った。そう、いつからっていうのはまだ発表されてないんですけど、でもマネージャーさんがあれ発表しますとか言ってたけど、全然発表されないけど。うん、メンバーには伝えられました。そう、いつ発表されるんだろうね。今度は JK リオツンとツーショット行きたい。え、嬉しい、待ってるね。また次あれば嬉しい。いつからプレゼント送れるのかなと思って、え、そういうのも含めて多分また発表されると思うんですけど、その発表がいつかはちょっと分かんないけど、まあ皆さん首を長くしてお待ちください。首を長くしてお待ちして、お待ちください。いや、昇格記念イベントだから25日に昇格するわけではないので、そう、ちょっとみんなリオから聞き出さないでください。ちょっとリオが言ったみたいになるから。いや、聞き出さないでください。面白い。何時くらいまでしようかな。え、そうなんですよね。僕、木体公演までずっと出たいんですよ。リオ大好きだから、木体公演好きだし、木体公演もね、ずっとしたいんですけど。だからリオ口軽くないからね。みんなリオ口軽いと思ってると思うけど、軽くないですからね。硬いですよ。口軽くないから言わないよ。でも嘘はつけないんですよ、リオ。嘘はつけない人なんですよね。なので聞かないでください。嘘はつけない人なので、ちょっとね、もうリオの口はカチカチやで。カチカチです。
総理嘘つけないんですよね。受験さん、ありがとうございます。中学3年生15歳のリオツのことは岡村リオです。ぜひフォローしてください。新幹線の愛車どっちが硬い？それはリオでしょ。それはリオの方が硬いですね。だってアイスなんか溶けちゃうからね。リオは溶けない。なんかアイスみたいになってるけど、リオ。大好きな、君が大好きな。僕は全力で走る。大好きな、ずっと大好きな。声の限り叫ぼう。大好きな、君が大好きな。息が苦しくなるよ。しまっておけない、大声ダイヤモンド。リオツの笑顔にこちらが溶けそう。溶けちまえ。溶けちゃったらダメだよ。溶けないように耐えてください。クラファン申し込み完了、25日楽しみで、ね、嬉しい、ありがとう、楽しみ。25だってもうすぐじゃん、もうすぐじゃん。え、しかもさ、あさってオンライン、あー落ちてきた、あさってさオンライン話し会なのさ、びっくり。だってさ、うん、楽しみ。だってさ、あさっての23日が本当に10万ミシングルの最後のお話し会だから、しかも2時間目完売ということで嬉しいです。本当にいろたくさんの人とお話しできるのかと思うとすごくと楽しみです。楽しみです。ワク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 、楽しみ。だってさ、週にさ、週に2回もさお話し会あるのさ、すごいなかなかないから嬉しいよね。リオツのブログ載ったから見てきた、あ嬉しい。そうだ、今日はリオツブログの日なので載ったみたいなので見てください。完売通じるのか、押し増しするなら1時間目。そうですよ、1時間目はおそらく押し増しできる気がするので来てください。森は毎週お話し会したいぐらいだな、本当に毎週お話し会したい。ゆっとありがとう。マイキュー。マイキューさん、ね、1時間目からだから早いけど、みんな寝ぼけても寝ぼけててもいいからちゃんと入ってくださいね。あのリオが起こしてあげるのでお話し会で。とにかくお話し会に入る
準備すること第一目標で。昔は毎週あった、そんなあったの。あ、ほらありがとう、そんなこと言ってくれて嬉しいです。いや本当にお話し会りょう好きなんですよ。みんなとさお話しできるのすごい楽しいしさ、みんないっぱい褒めてくれるからすごい嬉しい。みんなに圧をかけるのが好き。いやみんなじゃないですよ。いややらかしてる人はまあ圧をかけますけど、みんなじゃないですよ圧をかけるのは。もう選んで、ちゃんと選んでかけてます。そう、今何時？あ、19時13分だ。夢の国見れた？見れたよ。え、そうビデオ中にさ、もうキラキラ光ったさ。夢の国がさ見えてさ、移動中昨日ね、もう行きたい。そうみんな見てた、もう移動中さメンバーみんな見てて、行きたいってみんな言ってた。行きたいな。そうでもさ明日さ朝早くからさお仕事なんじゃけどさ、ちょっとね今日もさいろいろやることが多くて、配信終わった後も、もういいよ。配信終わったらバナナ食べて、バナナ食べて筋トレして、そうリオはちゃんとねホテルでも筋トレをするんですよ。筋トレをしてでお風呂入って、あ、メイク落としてお風呂入って歯磨きしてパックして化粧水とかいろいろつけて、着圧ソックス履いて、アラームかけて寝ます。寝ます。昨日宿泊せずに帰ったの？いや、してます。今東京ナウですよ。背景いつもと違うでしょ。プランク1分くらいできる？もちのロン1分余裕です。かさリオさ歯磨きもさすごいゴリオパワーなんですよ。なんかさいつも注意されるよマーナに、なんでそんな強く磨くん、やめなさいって言われるんじゃけどさ、こうゴシゴシゴシってさすごいゴリオパワーで磨くんですよ歯磨き。だからさあの歯ブラシがさすぐにさ開くんですよ。なんていうの、開く、あの歯ブラシのさブラシがさすぐさこう開くからこう頻繁に歯ブラシ変えるんですけど、そうだからすぐ割れるんですよ。荷物は朝まとめる？うん。
見張らなくていい、見張って。女の子は寝るまでに手間がかかりますね。そうなんですよ、そうなんです。ギフトありがとう。そう、強くしないと磨けた気がしないのよね。そうそうなんです、そう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 、そうなんですよね。そう、ゴリオパワーで歯磨きしちゃう。あ、受験さんありがとうございます。中学3年生15歳の4つのことをカメラリオです。ぜひフォローしてください。そう、優しく磨くんよってさ、マーナによく言われるんですけど、気づいたらいつも強くなってて。そう、でも明日さ、朝早起きだからさ、今日はなるべく早く寝ないといけない。早起きだ。歯ブラシは固め？柔らかめ？柔らかいのが好きです。硬いの痛いもん。柔らかいのがいいな。なんかさ、リオさ、一人部屋嫌いなんですよ。だって怖いじゃん。嫌いなんですよね、一人部屋。本当に嫌だ。怖すぎる。本当に怖い。なんか孤独を感じませんか、一人部屋って。すごい孤独を感じます。怖い、孤独を感じる。そう、やること多いから、そんなめっちゃ暇で怖いとかじゃないんですけど、でもこの後さ、配信終わったらさ、一人なのが怖いんよね。誰かのさ、メンバーの部屋にも行きたいけどさ、でもやることやらなきゃいけないからさ、そんな誰かの部屋にね行ってる時間もなくて、でも怖いから。そう、ギフトありがとう。うん、誰かが配信してたら直しておくとか。あ、いいねそれ。確かに一緒におる感じになる。やることやりながら一緒におる感じにするね。え、いいじゃんいいじゃん。ずっと配信すればいい。やばい、それはやばい。え、じゃあさ、他のメンバーの部屋でさ、やることを終わらせるのはどう。まずはあずみの部屋で筋トレして、ゆうかの部屋でお風呂入って、のあぴの部屋で夜ご飯のバナナ食べて寝る。おもろ。25日昼は船に乗ります。よろしく。嬉しい、ありがとう。めっちゃ迷惑よね。絶対迷惑だわ、それは。そう、部屋をはしご、よくない。絶対嫌がられる。あ、ブログ見た、ありがとう。2.5 キロの中で一番一緒に寝てて安心しそうなメンバーは？え、
でもさ、あずみんと寝たらさ朝さ、変なさ目覚ましの曲が流れるんですよ前もちょっと話してたと思うけどさ、本当にあの目覚ましの音が独特で、爆音でさ、ねね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 まな板はトントントンみたいなのが流れ始めて変な歌が流れて、だからだからちょっとやだな。同期以外と同部屋になったことある？ない、同期しかないですね。しかもさ、あずみ起きんのんですよ、リオが起きてあずみなんかなっとるよって言うんですけどでもノーピと二人部屋なったことないかも。あずみんというかあるんですけど、ノーピとはなったことない。でなんか昨日その優香と二人部屋だったんですけど、優香がなんか夜リオが、ね、リオ寝てたらしいんですよね。そしたら「んー」とか言っとったよって言われてえっと思って、そのリオ寝とる間に「んー」とかなんか言っとるらしくて、なんかうなっとるらしい「んー」とかなんか「とかなんか言っとるらしくて。でしかもなんか寝方がやばいらしくて、寝とるあの体勢がやばいらしくて、そうなんかすごい変な なんか格好で寝とったり、暑いとかなんか言っとるらしいそう言っとんだってリオ。そうなんですよ。昨日は布団蹴って落ちてなかった？え、どうだったっけ？いや全部剥げてた、全部布団なくて起きたら足元の方にありました。でもね、結構リオやばいんですよね、寝とる時もこう叫んだり蹴ったりするから、うん、そう。ベッドから落ちたことある？ない。え、あるっけ？ない。落ちたことはない。ないです。でもなんか昔家族でこう旅行に行って、こうホテルに泊まった時に、あの朝起きたら寝相が悪すぎて、ここら辺にでっかいなんかあざみたいな、あ、なんかあの青字みたいな、青字っていうのは広島弁だから青あざがここら辺にできてて、朝起きたら昔ね。で青字できてて、でなんでと思ったら、多分あのこうベッドのさ横にさ、こうなんかちっちゃい机みたいなのがある時あるじゃないですか。なんか机みたいな、なんかなんていうの、こう電話機とかなんか小物とかが置いてあるこうちっちゃい机があるんですけど、その時あって、そのちっちゃい机みたいなので、そのちっちゃい机の角っこに多分ガンって打って、そうガンって打ってから
寝相が悪すぎて寝相が悪すぎてガンって多分打って、でも多分寝てて気づいてないんですけど、で朝起きてなんか青字できてて、でマーナが何しとみたいなそうこう2つベッドがあって、そう2つベッドがあって2つのベッドの間にこう机があって、そこの机の角にぶつけてすごい青字ができたことがある。そうなんですよね。カチカチ言った今うわすいませんね、ちょっとうるさかったかもしれない。最近顔に青字できてない？できてないよ。そろそろ終わろうかな。どうしよう。終わろうかな。終わろうかな。みんな終わってほしくないですか？終わってほしくないですか？どうですか？今7時半か。あずみんかくるくるの部屋に集合してるっぽい。え？誰が？誰と誰が集合してるの？え？あ、初見さんありがとうございます。中学3年生15歳の四つんこと岡村理央です。よろしくください。今なんかゴンゴン聞こえたよね。あ、二人で配信するの？ノアピは？ノアピは？ノアピはどこ？ノアピはどこ？眠たくなってきた眠たくなってきたよ。ノアピどっか飛んでったらウケる。桃鉄の飛行機みたいに。うん。
ルチュルイチチュチュルチュルチュルイチ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 チもしこの世界から故郷が消えたら、え、配信してるの？二人クルアズは配信してるの？あ、一人で配信してる？ほっぺ柔らかそう。柔らかいよ。ビヨーン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 。終わろうかな。一心。え、なんか背中が痛い。え、何？背中が痛いんだけど。なんで？違うから。配信終わろうかな。そろそろ終わりたいと思います。やることがあるのでごめんね。いやもうリオだってずっと配信したいですよ。もうずっとずっとずっと朝まで配信したいけど、まあそもそもね15歳だから9時までしかできないプラスとやることが多いし、明日も朝早いので、アズミの部屋の前にバナナの皮を受ける、やばいやばい。絶対怒られるよアズミ。もう終わろうかな。仕返しに亀の甲羅浮かれる受ける。マリオカートやんけ。マリオカートじゃん。マリオカートじゃん。うん。雷来る？今日？雷？昨日の話か、帰り東京駅のお土産バームクーヘン食べて美味しかったよ。りゅうちゃんにおすすめだよ。バームクーヘン食べたの。いいね。結婚報告しますって言われたんだけど、結婚したの？おめでとうございます。すごい、お幸せにしてください。
誕生読もうかな、誕生読もうかな、誕生読もうかな、終わりたいと思います。初見さんありがとうございます。中学3年生15歳のリオツのこと小村リオです。暮らしてください。終わりたくない。どっちやねん。どっちやねんって感じなんですけど、終わろう。明日は超早い朝配信、あれ激早朝配信です。激早朝配信なのでよろしくお願いします。君は今僕の太陽。あ、ほらありがとう。朝早い、多分5時台ぐらいだと思う、おそらく。うん、広島寒いってマウナが言ってた。今日オールしちゃうって。するわけないやん。するわ、するか、するか。いや、するわって言ったら、す、して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 、するか。5時？リオツン起きれるのか心配。あー、いけない、そういうこと言うんだ。あー、そんなリオを、バカにして。ダメだよ。リオ、ちゃんと朝起きれる人だから。知ってる？ちゃんと目覚ましが鳴ってもすぐ起きる。偉い人なのね。リオツ寝坊聞いたことないでしょ？リオツ寝坊したことないから。したことないから。え、怖い、なんか怖くなってきた急に。いや、大丈夫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 だリオ。大丈夫だ、オッケー。壇上読みます。壇上読みます。壇上読むことにためらう、ためらうリオツン。終わりたくないリオツンですが、終わらなきゃいけない。読みます。読んじゃうよ。早く読めって感じですよね。すいません、読みます。いや、ダメダメ、終わらなきゃ。やることいっぱいあるんだからね。リオリオリオ、終わりなさい、終わりなさい、読むんだ。おもろい。読みたくない。ダメだ、読まなきゃ。リオリオ読め。
ってよ、読んで読んで、いや読んで、なんじゃ、読みます読みますじゃゆっくり読もう、ゆっくり読むねゆっくり読みます、ゆっくり読むね。男女読むのに緊張してるんだけど、なんで、なんでるよ、なんで、怖い怖い。読みます、100位から読む今日100位から読む今日は100位から読もうか「ゆっくり読む」「壇上変わる」「読み直す」「ループ」「ウケる」確かにそれはそう。あ、次元さんありがとうございます。中学3年生15歳のリオツンコトーカマリオです。ひばらせてください。そうしようと、ありがとうね、楽しかった、ありがとう。いや13位から読みます、読みます。いくよ行きます。13位、たかしさん、ありがとうございます。12位、ゆうきあきたさん、ありがとうございます。11位、コアラさん、ありがとうございます。10位、まさたかさん、ありがとうございます。9位、ドーグラスさん、ありがとうございます。8位、レオタンさん、ありがとうございます。7位、鈴鹿さん、ありがとうございます。6位、よしこっこくんさん、ありがとうございます。5位、よねつんさん、ありがとうございます。4位、沢本龍二さん、ありがとうございます。3位、カープ好き石くんさん、ありがとうございます。2位、ナンバーワンさん、ありがとうございます。そして1位は1位は1位は ずる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 ずフフ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 
フォローありがとう。次何するんだ。おもろい。壇上読みますじゃない、間違えた。もうおかしくなってるよ、おかしくなってるよりよ、本当に。それでは配信終わるね、終わるね。やることと明日早起きだから終わります。明日は5時台ぐらいの朝早くからの配信ですが、よろしくお願いします。ご無事でって、ねえちょっとやだ、怖いじゃんそんなこと言われたら。明日リュウが朝配信してなかったら無事じゃなかったと思ってください。おもろい。それではバイツーン。ありがとね、バイバイ。終わっちゃう。バイバイ、バイツーン。バイツーン。バイバイ。本当に終わります。怖いけど本当に終わります。バイツーン、おやすみー。